だったら帰ります。他人に何かを指図するのもされるのも嫌なんだよね。夏希、そうせ、現場に急いで。統計学はあくまでも参考、最後に決めるのは自分だから。実はみんなが思ってるほど人って淡々としてないんじゃないかな。明けない夜はないって言うじゃないですか。